ね、一応リーダーとしてみんなを引っ張っていかないといけないので、まず応援もしっかりして盛り上げていきたいと思います。ですね、年始にふさわしい完璧なエキシビジョンで勝ちたいです。さあ、大きな歓声に送られてチームブルーキャプテン新王者織田信成、フライミートゥーザムーンでチームブルーを勝利の高みへと連れていきます。これはもう月まで届こうかというようなトリプルアクセル。膝が柔らかいですね。2006年にはこのフライミートゥーザムーンをショートプログラム、それからエキシビションと違った2つの感じでプログラムに取り込んでいました。非常に好きな曲で今日は踊りますと言ってましたが、いやー、あっと、これはフィール視線の先は特別審査席。やはりさすが織田選手というのは特別審査員席だけではなくて会場の全体に向かって目を配っていますよね。なるほどね。こういうところはさすがうまいなと思います。最後も特別審査員席に決めてきました。いや、これはキャプテンらしい演技、圧巻でした。おーっと、その特別審査員席も今のでハートを射抜かれたか。そしてスタンディングオベーションのチームブルー。いや、ジャンプも完璧でしたし、はい、そうですね、文句のない演技でしたね。やはりそして自分が好きな曲で滑るということで表情も本当に爽やかでにこやかでしたし、その気持ちがプログラムに入ってましたよね、はい、すごい顔で最後はアピール。送られた方はちょっと困ってますけれどもね。チームブルーキャプテン織田信成でした。さあ、素晴らしい演技でした。お疲れ様でした。ありがとうございました。ちょうど演技に入る前にキャプテンガンバとチームブルーから声が聞こえたんですけども。そうですね、本当に大丈夫ですか。ジャッジ席に2回ほどのアピール、結構アピールしましたね、あそこは。そうですね、はい、意外と自分でもアピールする振り付けが多かったので、はい、アピールできてよかったと思います。本田さんとは思いっきり目があったんじゃないでしょうかね、最後は。最後、本田さんに近いなって言われました。なるほど。さあ、そして安藤選手、キャプテンの演技見ていかがですか。そうですね、トリプルアクセルもすごい綺麗に決まって、さすがキャプテンだと思ってすごい感謝してます。ありがとうございます。これだったら今回はブルーが勝つといった感じでしょうか。勝ちます。はい、わかりました。織田信成選手の演技でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お聞きください。